皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画は久しぶりにシマパと行ってまいりましたので購入品紹介したいと思います。今日水曜日なのでチラシ入っていたんですけれども、今日島村さん行ったのは冬物の値下げ商品ないかなと思って見に行ってまいりました。あまり時間がなくてじっくりは見れなかったんですけど、何点か値下げ商品購入してきましたので紹介したいと思います。それではまずはこちらでございます。ヤンキースのネックウォーマーですね。MLB メジャーリーグベースボールの、はい、ネックウォーマーが売られておりました。で、価格がですね、なんと979円だったんですけど330円に値下げされておりましたので、購入してきました。で、私ヤンキースの刺繍が入ったものを購入したんですけど、あとエンゼルスですね、あの大谷さんの赤いやつで、ここに A ってなってるのも売っておりまして、で、赤よりも黒が良かったのでちょっと今回こちら購入しましたけど、330円ですからね、979円が値引きなので、もう6割引き以上ですね、7割近くの割引となっております。はい、では改めて写していきますけど、こちらヤンキースのロゴがですね刺繍されておりまして、このような形状をしております。で、ここでキュッと絞ることもできまして、この幅もしっかりありますので、首から口元までですね、こう覆うこともできるかなと思います。で、さらに裏側はこのボア仕様ですので、とっても暖かいという仕様ですね。はい、もう暖かくなっちゃったので、これ来年用にはなるんですけども、値下げ、かなりの値下げされておりますので、見つけた方ぜひチェックしてください。私が購入した店舗ではこのヤンキースとあとエンゼルスが一つずつ残っておりましたので、はい、明日から WBC 始まりますからね、エンゼルス大谷さんの、グッズ買って応援するのもいいんじゃないでしょうか。はい、続きましてこちら購入しました冬物ですけど、手袋ですね。スマートフォン対応のびのび手袋ということで、これ本体のびのびの手袋になっております。で、さらにこのミズノのブランド品ですね。で、これがいくらかと言いますと、ご覧ください、またしても330円です。979円が値下げされております。はい、で、見ていきますと、こちら何色か展開されてたんですけど、私は黒っぽいこのグレーですか、これを購入しました。で、裏面見ていくと、手のひらの方はこのように滑り止め素材のものも付けられております。で、ミズノのロゴもしっかり入ってますよね。で、フリーサイズとなってまして、私がはめますと、まあ、ちょうどいい感じですかね。はい、で、この人差し指と親指の部分がこの黒くなってますけど、この部分はスマホタッチに対応しておりますので、はい、こんな感じで親指と人差し指は使うことできます。で、両方つけてみますけども、こんな感じですね。はい、ミズノの製品が330円で売られておりますので、これは買いだと思います。で、この部分はこうゴムになってまして、裏地はこんな状態ですね、普通の手袋ということです。はい、ということで、こちらのスマートフォン対応のびのび手袋もおすすめです。はい、続きましてこちらもう一つ手袋を購入しました。これちょっと厚手のものになるんですけど、来年の冬用ですね。エドウィンの、これもブランドタグついております。で、この価格なんですけれども、こちらもですね、なんと330円になっております。先ほどと同様ですね、7割近い値引きとなっているんですね。はい、ではさらに詳しく見ていくと、このような柄になってまして、ここタグですね。で、手のひらの部分はこんな感じになってまして、結構厚みがあるんですよね。で、裏地を見ていくと、このようにボア仕様になっておりますので、とっても暖かいんですよね。ちょっと手をはめてみますけれども、こんなような状態ですね。はい、厚みもありますので、本当雪国の本当寒い地域の方もですね、さらには冷たい風とか当たってもですね、寒さはしっかりしのげるのではないかと思います。はい、今年はもう使うことはないと思いますが、来年用に、はい、330円ならもう一つくらい買ってもよかったかなっていう感じがいたします。はい、まあ、そんな感じで手袋、これ2つ揃えても660円ですかね。島村さん、こんなに安くて大丈夫なんでしょうか。はい、そしてもう一つ冬物のあったかアイテムなんですけど、こちらも330円で、クロッシーのファイバーヒートっていう靴下ですね、ソックス2足組になってまして、この分厚いの、
はい、2つで330円ですか。1足165円ですか。はい、とってもお買い得となっております。はい、もちろんこれも来年用ではあるんですけれども、どんどん値上げになってますからね、できる限り値下げの状態のお買い得商品購入したいですよね。でこれはこのように本当分厚くてですね、厚手の生地になってまして、この長さはここら辺でちょっとここ短めではありますけれども、はい、内側も、このような、はい、素材生地になってますので、冬場は本当これで足元はポカポカではないかと思います。はい、そしてこちらファイバーヒートっていうんですけど、この保温効果がありまして、さらには裏にはありますけど、保温とあと抗菌、防臭効果、消臭機能もありますので、足の臭い方向けというわけではないんですけれども、ちょっと足の匂い気になる方もですね、対策としてこれ履いてもいいんじゃないかなと思います。これを履いてさらにブーツとかも履いちゃうと、やはり蒸れてですね、匂いとか気になりますからね、まあ、そういった機能ついているのもおすすめですね。2足で330円ですから、こちらもお買い得となっております。はい、そしてもう一つ購入しておりました、この帽子を購入しました。でこれなんですけど、このつばがついたこのような帽子ですね。で裏側がこのボア仕様になっておりまして、まあ、これも来年用ではあるんですけれども、あったかアイテム、購入いたしました。でサイズは57から59って書いてありますね。はい、でこの裏ボア仕様で、こう頭にかぶってちょっと深くかぶれば、この部分ですね、耳の方まで隠れてくれますので、冬場とっても活躍してくれると思います。はい、で価格なんですけれども、こちらもなんと330円まで値下げされておりました。はい、先ほどから全部330円なんですけれども、値下げ商品とってもお得ですね。でこの裏ボア仕様、洗濯機も OK と、洗濯ネット仕様で OK となっております。でこういった帽子もですね、何個か種類がありましたね。はい、こういったつばついてないものとかもありますし、まあ、カラーも何色かありました。で裏ボア仕様のもあったりとか、ということでここまでは冬物を紹介しました。あったかアイテム、どんどんなくなっていくと思いますので、気になった方はもう早めに島村さん行ってみてください。はい、私ももう一つくらい購入してもよかったかなと、こう手袋とか、まあ、こちらとかもですね、はい、思っておりますので、また早めに行ってみたいと思います。そして最後はこちら紹介します。バッグなんですけど、スヌーピーさん、ピーナッツのこちらデザインされた、バッグですね。これ価格なんですけども、1650円に値下げされておりました。2420円だったんですね。はい、こちらもお値引き価格になっております。それではバッグ詳しく写していきます。ご覧ください。正面にはスヌーピーさんのタグですね。スヌーピーさん、そしてウッドストックさんが後ろからついて歩いている様子ですね。何か喧嘩でもしちゃったんですかね。はい、微妙な距離を感じております。でピーナッツのロゴも入っておりまして、まあ、この部分は合皮ですね。でこの本体も脂肪感のあるブラックと、ブラックと茶色ということで、とても大人っぽい印象のバッグになっております。そしてワンポイント赤のこのタグもついているということですね。で正面がこちらで、裏側見ていくと、裏面はこうなっております。特にロゴとか入っておりませんが、ここにポケットがついてるんですよね。このマグネットボタン式の外ポケットついてますので、ここにスマホとか入るの便利ですよね。はい、仮に入れていますけど、 iPhone のこれ 13 Pro Max シリーズ入れるとこれくらいのサイズになります。横にして入れておくと、こうすっぽりと入りますね。そしてこの部分はこのベルトと同じ素材のポリエステル素材ですけど、ついておりまして、まあ、こんな感じで、はい、デザインされておりますね。はい、まあ、これはデザイン的なものなのか、まあ、ついてることでこの形もですね、ちょっと安定しているのかもしれませんね。はい、そして底の部分を写すとこうなってまして、四隅に底鋲ついていて、はい、本当しっかりとした作りになってるなという印象で、横から見るとこのようになっていて D 感付き、あとでショルダーベルトもつけてみたいと思います。で反対側こうですね。で、持ち手の部分なんですけれども、このようになっていて、持つ部分にさらにこの合皮の、はい、茶色い色のものがついておりますので、
かなりこれ高級感もありますね。でこのように手提げでも持てるということで、この色使いもとってもおしゃれなバッグになっております。それではバッグ開けていきましょう。開口部はダブルジップ仕様で、このゴールドの大きめの、はい、持ち手が付けられております。ストラップ中に入っておりますので、とりあえず開けていきましょう。こんな感じでスーッと開けることができまして、中の方を見ますと、ブラックにはやはり美白が似合いますね。それでは中ご覧ください。内側にはこのようにショルダーベルトが入っておりました。で中の方を行くと、内側も真っ黒なのでちょっと見づらいですけれども、まずポイントとしましては、この内側の生地なんですけど、ポリエステル生地が付けられておりますね。こんな状態です。でここにジップ付きのポケット1つ付いております。こんな感じで深さは一番下までありますので、容量もしっかりしております。でここにタグ付いておりまして、で反対側見ますと、こっちにも内ポケット2つ、はい、付いております。ちょっと幅広のものとちょっとだけ狭いものとで分かれております。こんな感じです。で底の部分なんですけれども、取り外しはできませんが、底板がですねちょっと薄いのが1つ入っておりますので、この形もしっかりと安定した状態になっております。ショルダーストラップはこのように幅もあり、ツヤのあるものが使われております。この辺りの仕上がりといいますか、高級感しっかりとあります。でこのゴールドの金具も付けられておりまして、でこの茶色いこういったものも付いてますね。それではバッグにいろいろ入れていきたいと思います。まずはお財布から長財布いってみましょう。長財布なんですけど、横にこのようにすっぽり入ります。それほど余裕がないので、本当もう長財布ぴったりサイズといった感じでしょうかね。で続いて 500ml のペットボトル、こちらはですねこう立てて入れても、なんとかギリギリ入りますし、さらにこう横に倒してですね、こんな感じでお財布の横にしてこう入れることもできます。でさらにですね、ここに内ポケットありますので、こういった小物類ですね、リップとか、あとはこういったハンドクリーム入れてみたりとか、まあ、そういった小物の整理に便利に使えます。であとはこうエコバッグ入れたりとか、あとはハンドタオルちょっと入れてみたりとか、あとはこのジップ付きの内ポケットは通帳がこんな感じで入れることもできます。これくらい入れてメイン収納は以上という感じですね。で外側に先ほどもやりましたけど、スマホをこう立てて入れたりとか、あとこう横にして入れておいてもいいかと思います。はい、それではバッグ持った感じを写していきたいと思います。ご覧ください。スヌーピーさんデザインということで、可愛らしくもあり、このブラックの合皮ということで高級感、大人っぽさもしっかりとあります。で持ち手、今持ってますけど、ここもですねこういった茶色く色が変わっていたりとか、この配色もですねとってもおしゃれな仕様になっているかと思います。そしてですね、このサイズ的にはそんなに大きくないサイズではあるんですけど、非常に形がしっかりとしていてですね、こうして持った時の安定感はすごくありますね。で、この手提げバッグとしても持てますし、まあ、ここ肘を入れてですね、ちょっとこう狭いんですけども、こんな感じでなんとか持つスタイルも可能となっております。使い勝手、この状態での使い勝手を見ていくと、この外側のポケットですね、ここはスマホを入れておくとすごく便利です。さっと取り出せますので、はい、スマホ以外にもすぐ取り出したいものを入れておくといいと思います。で、メイン収納なんですけど、ダブルジップになってまして、こうスッと開けまして、中から例えばお財布を取り出してお会計したりですね、あとはそうですねエコバッグをこう取り出したりとかですね、あとはこのペットボトルも横に今倒して入れてますけども、こう取り出したりとかも可能となっておりますので、お財布とペットボトルをこう横に並べて入れられるのは、はい、使いやすいポイントかと思います。でこの内ポケットもありますので、こういった除菌ジェル取り出したりとか、中で、迷子になることもないのがポイントですね。まあ、容量はそんなに大きくありませんので、はい、まあ、このメインのところに入れておいてもそんなには見失うことないかなとは思います。でこの状態でジップを閉めますと、はい、
ジップの動きもですね、バッグ自体非常に安定して形崩れたりしませんので、ジップの動きもスムーズですね。はい、そのような状態です。続いてストラップ取り付けていきます。はい、それではショルダーストラップ今取り付けてみたんですけれどもどうでしょうか。設定としましては一番長く設定しております。こんな状態です。で、吊るしたところでこの形の崩れもありませんので非常に安定しております。で、肩にかけてみますと、はい、こんな感じでかけるとこれくらいで、斜め受けしますと、はい、ちょうど私の場合腰ぐらいまで来ますね。まあ、サイズ的にはそんなに大きすぎずちょうどいいサイズになっているような気がいたします。で、この使い勝手を見ていくと、やはりこのスマホ外側にちょっと入れておけるのがすごく便利ですね、ここに。はい、で、さらにはメイン収納はダブルジップになってますので、こう開けるのも非常に楽に使えるポイントかと思います。で、メイン収納はこのようにお財布取り出したりとかですね、やはり両手が空くとこの辺ちょっと整理しながら出し入れできますので非常にやりやすいです。はい、こういった小物取り出したりとか、エコバッグ、ペットボトル取り出したり、ちょっと開口はですね、それほどここ広く、開きませんので、ちょっとこう開きながらこう出し入れするという形にはなるかと思います。はい、で、この持ち手の部分をこう倒しておけますので、内側もこんな感じで倒しておけますので、この辺でごちゃついて邪魔になったりとかはしませんので、その辺は安心ですね。で、ダブルジップをこのように締めて、はい、このような使い方になります。はい、ということで今回はお値下げ値段で購入しましたけれども、見つけた方はぜひチェックしてください。はい、お待たせしました。それでは最後になりますけれども、バッグの正確な容量を測定して終わりたいと思います。それでは本日も参りましょう。 How many ブルボン。バッグの容量はセブンティーンブルボンです。島村ブルボンが入るショルダーバッグ、おすすめです。はい、いかがだったでしょうか。今回は島パと値下げ商品紹介してまいりました。はい、このあたり全部330円でしたし、こちらもお値引きありましたので、全部合わせると4000円近く、お値引き価格でお得に購入できたかなと思います。はい、冬物の値下げどんどんやっておりますので、売り切れる前にぜひチェックしてください。ということで今回の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。島パト動画もっと見たいという方はぜひグッドボタンをお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。